はい、どうも、バイス TV です。ということで、無編集ラジオをやっていきたいと思います。この無編集ラジオっていうのは、普段の動画で、語りきれなかったことだったりとか、まあ、補足情報なんかをね、話していくという、そういったものになっております。ちょっと今日暑くて、今扇風機つけてるんで、少しうるさかったらすいません。ということで、乾杯。あ、そうだ。チャンネル登録者。600人ありがとうございます。はい、実はね、こんな早く600人いくと思ってなかったんですけども、先日、昨日ですね、昨日フットボールアワーの岩尾さんの方がね、バンムーフ買ったんですよ。買ったっていうか、買った動画を YouTube 上げてて、千原ジュニアさんと小籔さんと、あとフットの2人でね、やってるチャンネルあるじゃないですか。で、僕それ見てなかったんですよ。てかチャンネル登録してなくて、なんか急に自分のチャンネルのバムーフの関係のが伸びてるなと思って、昨日なんだろうと思ってね、いろいろ探ったら、まあそういうことでした。ありがたいですね。なんか便乗しちゃって、でチャンネル登録者が600人超えたみたいな感じになっておりますけどもね、ぜひ興味持った方、バムーフの動画いっぱい上げてるんで、僕のチャンネルね、チャンネル登録まだって方はね、チャンネル登録していただいて、いろいろ見ていただけたらと思います。ということで、やっていきたいと思います。で、今日ね、いろいろちょっと話したいことあるんですけども、最初に先日バンムーフを諏訪沖のね、ポータブルバッテリーを背負った形で、充電しながら走行できるのかと、要はアシスト効くのかみたいな実験して、ダメだったんですよ。でね、僕ちょっとね、いろいろ混乱招くような動画になってしまったなと思って、ちょっと反省してるんですけども、その後ですね、要はパワーバンクってあるじゃないですか、ここにつけるやつ、公式が出すセカンドバッテリーに関して、充電した状態でアシスト効かないんじゃないかみたいなことを、僕は動画の中で、もしかしたらね、そんな感じになっちゃうんじゃないかっていうのを動画の中で話させていただいたんですけども、その後ね、さすがに僕もそんな無責任なこと言えないなと思って、いろいろ聞いたんですよ。で、やっとですよ、バンムーフから返事もらいました。ちょっと今お見せします。はい、Twitter の DM でバンムーフから返事もらいました。でね、これもうね、まあ、いや、先読みますよ。Hi there、こんにちはと、メッセージありがとうございます、ちょっと返事遅れてすいませんでしたと、まあそれはいいとして、いや無視するわけないじゃないですかみたいな、でもこれはいいとして、でメインバッテリー、あなたのメインバッテリー、要はこの自転車のメインバッテリーがエンプティ、要は空の状態の時は、モーター、You won't be able to use the motor assist with the, just the power bank. このパワーバンクだけ、こっちが空の状態、本体が空の状態で、パワーバンクだけでモーターアシストするのは無理ですと。てか、それ知ってるんですけどね。僕が聞いてるのは、充電中にアシスト効くのかっていうのを聞いてるのに、絶対この言い方してくるんですよね。で、You can ride your bike with the power bank plugged in. パワーバンクがプラグイン、刺さった状態で乗ることはできますと。But the motor will only kick in when the power bank has recharged the main battery about to about 55%、要は 5%、 本体に 5% まで充電してれば、モーター、要はアシストが効くようになりますよということなんですよ。なので、本体が完全に空だとさすがにアシスト効かないんですけども、まあそれが 10% とか、まあ、それ以上入ってれば、一応 5% って言われてるんですけども、それ以上入っていればパワーバンクから充電している途中であっても、充電している最中であってもアシストが効くと。で、要はあとね、僕ツイッターでバンフーバーさんっていつもね、すぐ僕にバンムーフの質問するとすぐ答えてくれる、多分というかアンオフィシャルのバンムーフファンの方がね、海外にいらっしゃって、結構メッセージやり取りしてるんですけども、彼曰く、その辺の他のサードパーティーのね、
例えばあのスワオキのやつみたいにサードパーティーのバッテリーとは完全にパワーバンクは別物なんですよと。なのでパワーバンクの場合はチャージした時にバンムーフはパワーバンクなのかそれ以外なのかっていうのを見分けて、パワーバンクの場合は充電しながら、走行する、アシストありで走行することができますということなんですね。でそれをやるにはレイテストな、最新のファームウェアにしておく必要がありますよということでした。ちなみに僕は最新の、パワーバンク対応のファームウェアまでアップデートした状態でスワオキで実験したんですけど、スワオキではダメでした。ただパワーバンクだったら、充電しながらでもアシストありで走行ができるということみたいです、ということで、解決したんじゃないかなと思います。まあ、これだけ話しといてね、僕多分パワーバンク買わないんですけど、では皆様からいただいたコメントを読んでいきたいと思います。あー、これはちょっと面白い質問ですね。石田さんという方からコメントいただきました。ありがとうございます。いつも参考にさせてもらっています。 X3 購入判断の最終段階です。かっこわら。いやー、もう買っちゃった方がいいと思いますよ。今回の Find My アプリ対応で盗難に対する追跡が自分でもできると考えると、盗難保証のオプションのメリットが小さくなっているように思えてしまいますと。こちらについてどうお考えですかという質問なんですけども、一応僕としてはですね、まあ、Find My アプリだったり、まあ、AirTag だったりっていうのが登場して非常にね、まあ、安心感は変えてはいるんですけども、盗難保証、盗難保険っていうのはもう本当別物なんですよね。もう本当に入れるのであれば入った方がいいと思います。なんせ見つからなかったり、もしくは見つかっても乗れない状態だったりしたら、他の同等のもの、もしくはそれ以上のものをもらえちゃうんですよね。これもう最強の保険じゃないですか。で、探しに行く手間もないし、ちょっと最近値上がってしまったんですけども、例えばね、じゃあ Find My アプリ対応してるからって、じゃあ盗まれましたと。じゃあ僕、じゃあ今東京都にいますと。で、仮に、じゃあ長野県に、Find My アプリで見たら、どうやら盗まれたこのこいつは、長野県のどっかこの山奥にありそうだっていうのが分かったとして、行きます？行かないですよね。それにも時間もね、コストもかかるし、じゃあまあ行ったとして、じゃあ近くまで行きましたと。それ自分自力で探すんですか？それでだって仮にね、じゃあ何世帯か入ってるようなところに着いちゃった場合、一軒一軒聞いて回るんですかみたいな話じゃないですか。だからね、正直あんまり実は現実的じゃないんですよね。まあ僕もね、この自転車の中にエアタグ仕込んでたりはするんですけども、まあなんだろうな、ちょっとした安心感というか、まあ、基本的にはやっぱりいざ盗まれちゃったら、バイクハンターに頼るしかないのかなというふうに思っております。エアタグについて、山下さんという方からもコメントをいただいておりますけども、2日間、あ、これ実際3日間だったんですけど、3日間通信がないと、あ、これね、これについてのコメントなんですけども、3日間通信がないとタグから音が鳴ると。要は今僕はね、この自転車だったり、まあ、自分の財布とかに仕込んでるんですけども、毎日一緒に、ね、自分の近くにあるから特に鳴ってないんですけども、自分の元を離れて3日間ね、こいつが自分の元を離れて3日間経つと、どうやら音が鳴るらしいんですよね。で、僕音はね、聞いたことあります。音小さいんですよ。なので例えば車の中とかだったら全然もう誰も気づかないようなものなんですけども、例えばじゃあ外に自転車とかオートバイ止めててこれ仕込んでたら、これが3日後に鳴り始めてしまうという問題点があるんですよね。なので、だから3日間以上開けるときに、そういう外に置いとくものに、つけると音が鳴ってしまうっていう問題点はあります。で、その辺ちょっと自分もね、実験できてないので、自分の iPhone から離れたとこで3日間放置するみたいのが意外と難しくてね、でいつ音が鳴るかもわからないので、なかなか実験が難しいなっていうふうに思ってるんですけども、ちょっとね、機会があったらやってみようかなと思っております。とめちゃんさん、はじめましてかな。ちょっといろいろコメントいただいてて、で最後別の話になってしまうんですけども、
スーパーセブンティースリーはどうなんでしょうかねということですね。僕スーパーセブンティースリーすごくねかっこいいし好きですね。僕どちらかというとバンムーフとかあとメイトバイクとかよりもスーパーセブンティースリーの方が見た目的には好きですね。で僕昔からリジットフレームっていうあのいわゆるサスペンションのないオートバイ乗ってて、で結構カスタムしまくってね、もうチョッパーっていうんですけど、もうマフラーとかもあちこちこうフェンダーとかもガンガンチョップしちゃって、もうやんちゃな感じのオートバイ持ってるんですけど、まあ正直そういうのに乗っている人間なので腰がもう弱いんですよなんで自転車はまあこれは違うんですけど、自転車もう一台買うんだったらサスペンションあるやつがいいなって思ってメイトバイクを買いました。でもねスーパーセブンティースリーもすごくいいと思います。ちょっと重いっていうのと値段も高いっていうのはありますけど、まあ、あんまねそういうのでケチってもしょうがないですよね。もう趣味の世界ですからね。はい、今日はそんな感じですかね。多分10分ぐらい話したと思うんで、また質問溜まってきたらねこういう動画やりたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。